10月30日午前1時40分ごろ、伊賀市仙台の国道で道路の脇に人が倒れていると119番通報がありました。男性は搬送先の名張市内の病院で死亡が確認されました。伊賀警察署によると、男性は午前0時45分ごろに現場近くのコンビニで買い物をしていたことから、店を出た直後に車にはねられた可能性があるということです。警察は防犯カメラの画像を解析するなどして逃げた車の行方を追っています。